はい、ポップスターにしました。もうそこからね、沢が分かれるんで小さくなるんでちょうどいいかもしれない。ポップスターにしました。あそこはいいんだろう。あ、どうだ。お、アマゴだ。よっしゃー、アマゴです。旗もいいしね、上の方外れた。アマゴいた。じゃあまず右から行ってみようか。右から、右側から行ってみよう。こういうとこは飛ばしておこう。これは飛ばし、源流モンスターだ。狙いは源流に育つモンスター。ああ、今来た。なんだろう。もう来ない。来た。ああ、小さい。小さいがアマゴ。まだまだアマゴがいるね。アマゴがいるぞ。小さいけどアマゴ。すごい溜まりがあるね。こういうとこになんかでかいのいねえかな。釣りづらいけど、木ばっかで。すげえな、釜がいっぱいあるぞ。釜がいっぱいある。来た。あ、釜がいっぱいあるぜ。どうだ。来たか、違うか。火が案外いねえな、カマ。あ、木が邪魔だな、枝が。パス。
うまだまだ上まで続いてるぜ。これはこっちまだ遠いな。なんかゴルジュなんだけどミニチュアだからまだ全く怖さがねえな。ミニチュアゴルジュ。風が吹いてんな。なんだよこれ。風が吹いて投げづらい。風流されるラインが。いないか。いないかな。来た。よっしゃ、来た、来た。アマゴかな。よいしょ。おい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 、ポップスターだからすげえ引くな。アマゴです。岩中んだ。岩中、おい、なんかアマゴに見えたね、模様が。ほら、なんかパーマークみたい。あー、また引かせた、これ2回しかも口にかかせた。おい、はい、パワーマークみたい、本当に。雨が降りそうだ。なんとか耐えてくれ雨。おお、来たか。よし、よし、いいかな、いいかな。言わなかな。今見えたね、なんか見えて出てくるのが。言わなか。おい、とい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 と、いいサイズ、いいサイズ。尺ぐらいあるんじゃないこれ。尺ぐらいありそうなイワナ。はい、ヤマトイワナだねこれね。ほら、トラガラ。どうだ。風がなんだこの風は。パス。さあ、この景色も残しておきたいね。なかなか来れねえから。次いつ来れるか分かんねえからな。なんか岩名っぽいな、なんかポイントが。沈ませれなんか釣れそうだけどな、泡の中に。いない。粘らず行こう。
すごいよすごいよ。これさ、沢一本詰めてなんか終わりそうだな今日。もう一本はいけずみたいな。いないか、いそうだけど。いない。めっちゃいそうだよね、この。こういうとこ。いない。あそこなんかいそう。ここはどうだ。早いか、ちょっと。あそこいそう。ああ滑り。おや、あ逃げた。今逃げたね。あ、また逃げた。手前にもいた。ダメだ、逃げた。上。あ、岩名だ。もう岩名しかいねえかな。大和岩名だね。おう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 。はい。よっち。ちょい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 。綺麗だね。大和岩名。飛び出すな。はい。もう岩名だけかもしれない。もしかしたら。いやもうダメだ、天気が。イワナだ、イワナだ。もうイワナ側かな、こっから。来た。あー、イワナだな。もうちょっと岩名の川かもしんねえ。おお、でも大和岩名だなこれ。うん、綺麗だな。やりづらい。風があるっつの、さらに。あ、魚いる。魚泳いでる。ちょっと待って、あそこに魚が泳いでる。何かは分かんない。
岩中ダメかな、もうアマゴは外れた。はい、アマゴはもうダメでしょうか。天然の木の滝、いないかな。いない。これ嘘だけどな。いない、ね。お、なんかそろそろ小さくなってきた川が。いない。こういうとこいそうだけどね。走んない。あ、スカートだ。あ、今来た。今何か来た。来た。イワナだ。イワナです。チャー。ジャパニーズチャー。もう言わなかな。時間見て違う沢に行くか。ああ泳いでる、なんか泳いでる。泳いでるよ。もうちょい奥だな。おい、どうだ。来た。チャーだね、チャー。チャー。肩が大きくねえしな。しかも。はい。おいっ、おいっ、おいっ。綺麗は綺麗だね。綺麗な岩だ。しかも入れ食い。来た。おお、あ、バレた。バレたね。どこでもいる感じ。すごいね。大水の跡がすごい。なんかアマゴはもういなそうな気がしてきた。あ、今来た。すごい開けてるね。あ、こういう釣り場すごい好きなんだけど、開けてて。
もうね、アマゴはいないと思う。その代わりイワナが入れ食い。来た。イワナが入れ食い。すげえね、ヤマトイワナがいっぱい釣れるぞ、おい。ほら。トラ柄。水に入れるとね、アマゴみたいに綺麗だね。多分どこでも釣れるわ。これ多分釣れるよ。魚見えねえな。こっちはどうだ。いないか。いない。お、来た。パクンとパシャンと落ちた瞬間にパクンと。ちせえな、おい。大きいのいねえのかな。おい、大きいのはいねえんだな。小さいのはたくさんいっぱいいる。どこでもいそうな気がするな。いや、すげえ。アマゴいないけど、まあパラダイスってパラダイスだ。ここは楽園だよ、楽園。イワナちゃんの楽園。誰も来ないであろう。いないか。あ、いた、あそこにいる。来た。あ、そこにもいた。数だけ忘れんね。おー、すげえ。これはなんか綺麗な。あ、青い。なんかこれなんかすごい綺麗だね。大きくないけど、ほら、なんかすごい綺麗。これ写真撮っとこう。青いタイガーブルーヤマトみたいな。ああ、それで、写真だけ撮らせてくれ。サバみたいな。川サバじゃないんだけど、サバみたいな模様。イワナなんだけどサバみたいな模様。これ肩がでかかったらな、最高なんだけど。うわ、重いそう。なんか小さいのは。いないか。いない。もうちょい行ったら降りるかな。イワナしかいないし。まだまだ上にいそうだね。
うわすごいね、もう終わんじゃねこれ、川がすごい、丹沢の上流みたい、なんかきた、よいしょ、お、これはなんかまだまともかな大きさ的には、あ、外れた、今のはまあまともだったね、大きさがうわ、言っても9寸ぐらいだったな、よいしょ、あ、ここもいいと、受け張りが結び替えないと、重いそうだ、来た、おお、暴れる君だ、おお、ちょっと肩が良くなってきたかな、うわー、はい、下よりは肩が良くなってきた、よし、腹が減ってきたぞ、すげえ、なんか景色がすごいね、景色がすごい、あ、ここもいそう、いかにもいいわな、ポイント、来た、あ、違うか、あっちの木下の方がいいかな、来たか、おお、来た、来てた、当たりがよくわからなかった、肩が上に来るにつれて肩が良くなってきた、おお、よし、おお、いい、これぐらいのばっか釣れればね面白いんだけど、下のやつはちょっとあまりにも小さすぎて、わあすげえ、ずーっと上まである、これ、うわー、何これ、すげえ、なんか死んでるけど、すげえ景色がすごいな、お、鹿の死体だ、鹿の死体、あ、魚が泳いでる、狙い釣り、泳いでるよ、あ、見た、見ただけだ、いや、釣れねえな、見ただけだ、スルーだ、珍しい、大きくねえからパスしよう、
よし、すげえすげえ、ただただ景色がすごい。あの上いそうだね。降りるのはだるいな。降りるのはだるい。魚いそうだけどね。降りるのはだるいよ。そう、あ、いたいたいた、あそこにいる。あ、違うの来た。まあまあだけど、もう一匹、あそこ、あ、もう一匹いる。あそこにもう一匹、いいサイズがいる。今のもいいサイズだったけど。どうだ、来た。よし、やったいいサイズ、いいサイズ。よいしょ一匹目もまあまあだったけど、こっちの方がでっかいわ。よいしょー。おお。これ写真撮ってもらうか。光って見えねえ。光って見えないよ。光で見えねえよ。あんまいい写真撮れねえな。はい、はい。うなぎみたいなんか。はいよ、はいよ。完璧にイワナだね。完璧にイワナ沢だ。来た。来た。小さい。ほい。イワナしかいない。もう降りて、降りて、もう一個の沢に隠すかね。あそこ見えてるね、魚。あ、たまに見えてても来ない魚いるんだよね。ほら、見えてんね、反応しねえ。岩の陰に。無視。あ、動いた。食った。あ、今食ったね。反応して食ったのに。まあ、小さいからいっか。小さかった。飯を食って降りるか。多分これもうイワナしかいねえわ。お昼はフランスパンです。もう何日も経って水分が抜けてパサパサしてる。うん、なんか牛乳かな、なんかねと食いづらいな。こっちも穴開いた、多分両方ぶっ壊れた。これ一本食います。はい、ご飯を食い終わりました。もうちょっと上がってみますかね。今11時12分。もうちょい上がってみます。
今そこに魚が見えてるの。見えてるけど来ない。2匹いる、2匹。あ、小さいの来た。小さいのはいいや。小さいのと中くらいのはいい。よし、パスしよう、パス。上に行こう。なるべく上に行きたい。魚がいるの分かったし。絶対いるよな、そこが。ポチャンってやれば多分ポチョンと来るよ、これ。来ない。来そうだけどね、ポチャンってやれば。来なかった。上に行こう。よいしょ。もう終わるかもしんねえな、沢が。地図の推薦通り、そろそろ終わりかもしんねえな。来ない。いかにもいそうなところで来ない。おお、すごい。どうだ。そうだけど、そうだね。魚もいなくなったかな。よいしょ。危ない。なんだよこれは。あ、ここいそう。そうだがいない。いないね。めっちゃいそうだけど、イワナが痛い。ここは木があるから釣りづらい。
いないね。いなくなったかな、魚が。来たね、また来た。あ、2回来たのにバレた。2回来たよ、おい。また来た、3回も来たよこいつ、バレてんのに。2回バラして3回目来たよこれ。まだ魚いた。おい、相当飢えてんだこれ。はい、滑る滑る。あの上ぐらいまでかな。来た。あぶね。なんだよ。魚かかってる。滑ってこけた。あー濡れたよおい。なんだよ。すでに地図の水線は突破してますね。地図上に書いてある水線は突破して、まだ水はあります。どこまで魚がいるか見てみたいっていうのもあるな。どうせここまで来たんだったら。あー、バレた。来るね、魚は来る。毛針がもうほつれてきた。あとないで。お、ちょっと明るいかな。いない。もう2発ぐらいっていなきゃいねえな、これ。あ、魚いる。魚がいる。手前に。よっしゃいるね。あ、まだ、もうこっちの方が大きかったな、おい。いいんだよ、逃げてた方がでかかった。はい、よし、まだまだいるね。お、あそこ魚いるぞ。来たか。よっしゃ、こいつだ。見えたもん、魚が。これもあんまり両方じゃない。よいしょ。おお、まあ、まだまだいい、いいサイズ、いいんじゃん。雨降ってきた。まずい、雨降ってきた。おい。
なんか虫がついてる。まあまあいいサイズ。じゃあググるあんじゃないこれ。雨降ってきたよ。ちょっとカッパを着る。カッパを着る。なんかそろそろ終わりそうだね。このガレが崩れて、そろそろ終わりそうな感じ。ついに詰めたか。けど魚いそう。あ、いるね。泳いでるわ。あ、違うか。魚じゃねえか、あれ。魚じゃねえな。違う、石だった。あー、いた。いたね。まだいる。そろそろ終わりそうな感じなんだよな。これが最上流か。伝説の最上流。こっから川が始まってる。よいしょ。いや、これなかなか、これはなかなか見れねえぞこれ。魚まだいそうだね。ここもいそうだね。はい。さあ、最上流。もう終わりだろあれ。よいしょ。ああ、目が弱くなった。痛い。いない。もういねえだろ。気のせいかな。あ、見えたけどさ。気のせいか。
の回は気のせいかな。多分ね、もう終わりだね、こんな感じ。最上流です。はいはい、こんな感じですね。ではここから下りたいと思います。下ってもう一本沢があるんでね、そっち行きたいと思います。雨は弱くなった。沢を閉まって行きます。何時だ、11時50分12時半ぐらいまで下ってもう一本沢行こう。